皆さんこんにちは。先日安倍総理がですね、はい、緊急事態宣言は出されなかったものの、新しくその法改正しましたということを、記者会見ありました、これ緊急事態宣言をもし出された場合、私たちの生活ってどうなるんでしょうか。ですね、細かい話はなかなかいろいろあると思うんですけど、ざっくり言いますとね、これはもうギリシャ、ローマの、特にローマですね、ローマの昔から、はい、もうこれは民主主義であっても同時に独裁っていうのが裏表の関係になるんですよ、法律の歴史上でいうと。つまり当時ローマは都市国家でしたけど、ギリシャなんかもそうでしたけども、普段は選挙で選んでる、これはコンスルって執政官で選んでるわけですよ、だけど国家が緊急事態ですね、時にはディクタトルって言って半年から1年間もう全権を委任するということをやってたわけですよ。でこれが本当だったらばもう一対になって、で現在のその近現代の憲法においても必ずそういう事項があるというのは普通なんです。アメリカ合衆国憲法とか普通なんですけど、日本の場合なぜかないわけですよ、だこれはある意味異常なんですね。ただ自民党 の、 条項の中に緊急事態条項というものが盛り込まれていて、今回はこれの、試験的なものではないかというふうにも言われていますよね、ただね、日本の場合ちょっとズレがあるのは、要するに象徴的な存在としての、天皇陛下がいるわけですよ、普通はそことの関係っていうのを整理しなきゃいけないですよね、そこがなくて勝手にその政治でこうねやるってなるとちょっと違和感があると思うんですけど、緊急事態宣言の場合は端的に言うと私実はワイマール憲法ってドイツの、はい、実は専門家なんですけど、論文も出してるんですけど、実はワイマール憲法48条のですね、非常に有名な緊急事態条項ってありますけど、私専門家なんですが、簡単に言うともう人権の制限ですよね、だってもうそれはしょうがないでしょみたいな話になるってことですね。でもそれはね、僕ね、あんまり僕から見ると違和感なくて、どうしてかというと、現状においてもね、日米同盟のもとにおいては地位協定によって米軍との関係では人権ってないですから、我々日本人って。なるほど、だからもうそういう条件あるわけですよ、だからあんまりね、なんかその平和ボケっていうか、まだパンデミックってこのレベルだからってことなんでしょうけど、ね、でも僕はある程度、人権を制限するっていうふうに言われるとドギョッとなるかもしれませんけど、手続き的なところと、あとちょうどね、今付帯決議ですかね、なんかでちゃんと記録を取ってみたいな話になってると思いますけど、会議なんかもう昔議論したけど忘れました、なくなりましたみたいな話じゃなくてっていうのはありますけどね、行政文書として、でもね、僕はね、必要だと思いますね、これから。絶対必要だと思います。政府が関与する形で、そこの部分を、ね、やらないといけないような事態というのも想定すべきだと思います、ね、ただそうは言ってもね、僕は、国家っていうものが果たしてどこまで持つのかなとも他方で思ってます、はい、いろんな出来事が起きても国がね、そうやって上から仕切るということじゃなくて、実際のところだって、例えばこの場に、うちのディレクターもいますけど、この3人がね、例えば地震起きたらこの場でなんか助け合わなきゃいけないじゃないですか、例えばそういうそのなんていうか、グラスルーツのレベルでのね、っていう方をむしろなんかこう意識づけというか、した方がいいんじゃないかなというふうには思いますけど、ね、なんか上からこう緊急事態宣言ですと言われても別に、別に総理はこの場にやってきて、いやこれは濃厚接触ですよっていうわけでもないわけですからね、ちょっとそれはお門違いのところもあるかもしれないですけどね、なるほど、そうなってきますと、じゃあ、結局必要に、必要は必要だと思います。ですね、ただ実効性がどこまであるのかっていうのは僕はちょっと疑問だと思いますね。ただ僕はね、非常に考えなきゃいけないのは、うちの国って基本的に対外的に攻められることを前提にしてないわけですよ。でも例えばパンデミック でしかも経済的にデフォルトでみたいな状況になった時、じゃあその時にね、諸外国が攻めてこないかって誰も保証できないわけですよ。でその時にこういった事故がなければ、いやいやちょっと今ね、株いいところなんでみたいな感じで、それで国防にね、支障が生じるみたいな、いやちょっとそれもお門違いかなと思うんですよね。やっぱり我々なんて言うんでしょうね、戦前に戻れっていうことじゃないですけども、僕はもっとローマとかギリシャの向こう、昔からやはりその共同体を守るためには、最後そのやっぱ独裁というのをね、どういうふうにしてコントロールしつつも、ちゃんとした手続きとして、残すかっていうことが今まで歴史で、人類の歴史にあったわけだから、そこにやっぱり日本もね、真正面からちょっと議論すべきだって、いや安倍さんがどうのこうのとか、なんかそういう議論に賠償がすべきじゃないんじゃないかなと個人的には思ってます。そうしますと、やはり緊急事態宣言というのはどういうものなのかっていうのは、やはりきちんと私たちも理解していくことっていうのは非常に重要なことになってきますね。
皆さんこんにちは。株式会社原田武雄国際戦略情報研究所代表取締役の原田武雄でございます。私原田武雄ですね、全くマスメディアに出ませんので、今回ですね、誰だこいつはと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うわけでございますけれども、他方ですね、まあ非常に幸いでございますが、私どもの研究所ですね、こういう形で動画をアップさせていただくとですね、多い時で10万人ほどの皆様方がですね、動画をご覧いただくというところまで成長させていただきました。かれこれですね、思い出してみますと、ちょうど今から15年前でございますけれども、本当は16年前なんですけどもね、1993年に私は外務省に入省しましたけれども、2004年のですね12月ぐらいの段階で、もうこれ以上はこれはもう無理だというふうにですね思ったんですよ。これ以上無理だって何かというとですね、私の背中を何かこう押すような感じがありまして、何かですね新しい方向、新しい風がですね吹いてきていると、新しい方向に向かって、でその中でですね、私はこの外務省でですね、まあ当時はなんか外交官っていうのはこれは赤ワインでも飲んでですね、のんびりやってる職業だと思われてましたので、そんなんじゃなくてですね、これ新しい風そのものの中でですね、私自身も、ある意味ドロンコになりながらですね、新しいものを作っていくという役割をするのが、事務所の役割になるのではないかというふうに思ってですね、2004年の12月のですね終わりぐらいでしたけれども、外務省の当時の上司にですね、すいません、辞めたいと思ってますというふうに言われてですね、次のポストも実は用意されてて、結構重要なポストだったんですけども、そういったポストにですね、お前用意したら何だと言われたんですね。で、私はその当時は率直に言ってですね、なんで辞めるのか、どうしてなのっていうことですね、全く説明できませんでした。だけども、まあ、2005年の3月31日をもって退職しまして、4月1日からですね、活動を開始したわけでございます。また、だけれども、その中でですね、最初の2年間ぐらいはもう本当にピン芸人でですね、3日に1回ぐらいいろんなメディア出てました。で、様々な方々でですね、今もうテレビで活躍されている方とか、ラジオで活躍されている方とか、本当にですね、いろんな形でご協力いただいてですね、本当にもう名だたる番組なんかも出させていただいたんですけども、これ違うなと思ったんですね。というのは何かというとですね、東京大学で、半年間ほど教える機会をですね、まあ正式なゼミでいただいたんですけども、その時にちょうど2006年でしたけども、学生諸君からですね、やっぱり私の言ってること、まあもともと外交官だっていうのもわかるけれども、でもそれ以上何なのって、当時はやっぱりまあ企業ブームといっても、まあホリエモンとかそちらの方の発言がですね、すごく偉いみたいな感じで、今でもそうかもしれませんけど、だったわけですよ。ホリエ君っていうのはまあ私より一期下なんですけども、まあという状況からですね、考えた時に、やっぱりこれはですね、会社という形でリスクを取るべきだと。事故の、まあ、私自身まだ分かってなかったんですよ。何をやってるのか。なんだろうこれはと。でもこのわだかまりなんだろうか。なんでどうしてですね、そもそも我が国はですね、ここまで虐げらなきゃいけない。なんで我が国は常に損するのか。どうしてなんだ。一体この先何が起きるのかということについて、ものすごく考えてた。で、その結果ですね、でもリスクを取って自分自身の考え方を言わない限りはですね、これは絶対に誰もですね、その通りだと思わないだろうなということで、株式会社として2007年の4月2日にですね、私どもの研究所一社でございますけれども、設立登記させていただきました。次来ですね、もう本当に悩み続けてきたというと、まあ非常に大げさなんですけれども、でもある時パッと視界が開けたんですよ。それは何かって言ったらば、あ、要するにこれだ。それが何かというと、私どもが申し上げている情報リテラシーということになります。情報リテラシーというのはもう本当に世界に無数にあるですね、このたくさんのデータとかインフォメーションですね、そこから一体私たち自身にとってですね、どんな意味、インテリジェンスがあるのか、インテリジェンスブームってなりましたけども、実はたくさんあるですね、インフォメーションからどうやってそのインテリジェンスを、まあ、積み取ってですね、しかもそこから、だからじゃあこれからどうしていくんだという、自分自身のですね、まあ、セルフマネージメントのためのシナリオを作っていく能力、このことを情報リテラシーと私どもとしては呼んでます。当然ですね、ある組織のリーダーであればこれはリーダーシップという議論とも直結しているわけでありまして、これよく考えると日本人全員必要なんじゃないのっていうふうに思ったんですね。なので、まあ様々な形で我々は事業展開してるんですけども、基本的にはですね、皆様方に対してこの情報リテラシーっていうのはなぜ必要なのかっていうことをもうぜひお分かりいただくと。で、そのためにはですね、これから未来にこんなことが起こりうるよと、その時にはこういうようなことでですね、こんなことまで起きちゃうかもしれないよということについて、文字の形であらかじめですね、ご提示するということをやっています。こちら予測分析シナリオと言いますけども、予測分析
積シナリオをベースにしながらですね、毎日毎日、毎週毎週、毎月毎月ですね、音声あるいはテキストの形で調査分析レポート、ぜひこれだけ皆さん方に知っていただきたいということについて、うちの研究員の皆さんとですね一緒になって、調査分析レポートを作って皆さん方に対して会員制サービスとして展開しているというのが、私どもの研究所がやっている事業ということになります。それと同時にですね、この情報リテラシーというのは、今フェイクニュースだとかいろんな現象が生じていますけども、もうデジタル化進んだ結果ですね、あまりにもたくさんのデータとかインフォメーションがあるわけですよ。でこのたくさんあるものが結局ですね、もう溢れ返っちゃって人間のですね脳の、キャパシティ超えちゃってるわけですよ。でこのことは世界的な現象なので、じゃあもう全世界に対してこういったことについて若者たちに対して教えていきましょうということで、まあロシアのですねサンクトペテルスブルク国立経済大学からお声掛けいただいて、そこを皮切りにしてですね、ベトナムのですね大学であるとか、まあそういったところと順繰りに今提携を正式に結んだ上で、インターンシッププログラムを兼ねた上でですね、我々としては教育活動を展開しています。これらはすべて改正サービスから生じるですね収益よりですね得られる利益の 50% を使って、行うということで、非常にユニークな、今まで全く世界にもなかった、株式会社で本当にやるべきなのということを実はやらせていただいているわけであります。ということでございまして、今回はですね初めての方のための特別メッセージということでお送りさせていただきました。何分よろしくお願いいたします。以上、原田家でした。